初期状態回転の様子フロッピーキューブは岡本克彦の考案による立体パズルである。ルービックキューブの系統に属するメカニカルパズルである。キューブという名前がついているが、形状は立方体ではなく133の脳型体である。ルービックキューブ発表後、何人かの人物は、これの二次元版を考えているが、実際に回転する機構を考案した人はいなかった。 岡本はこの作品を2006年かそれ以前に作成した。この作品は2006年のパズルデザインコンペティションに出品されファーストプライズを獲得している。2009年に現当社エデュケーションより商品化されている。2009年のパズルデザインコンペティションに同一の作者による発展型であるスーパーフロッピーキューブが出品された。これは2010年5月に スクランブルキューブの名称で、同じく現冬社エデュケーションより商品化されている。2010年12月1日、フロッピーキューブ、クッションクリスマスエディションが個数限定販売された。クッションの名前通り、フロッピーキューブのエッジ部分を斜めに切り落とし、表裏を赤と緑に塗り分けたもの。側面の色がないため、パリティが変化しており、通常のフロッピーキューブではありえない配置が、 出現することがある。難易度を考えた場合、水平方向の回転がないためルービックキューブより簡単である。実際、ルービックキューブを水平回転ができないように固定することでフロッピーキューブと同等のパズルを作れる。フロッピーキューブが評価された点の一つはその形状である。ルービックキューブに比べ厚みがないため、回転時に端のキューブが中心部から離れてしまう。 これをうまく保持する機構の存在が、このキューブの価値を高めている。同年のコンペティションの選考結果、2009年8月9日閲覧、2009年にエントリーリスト、2009年8月9日閲覧、ありがとうございます。